そう、これが本当のウサダペコーラ真の姿っていうこと。ペコラ進化。死んだと思っただろ。本当の姿はこうなっているんだ。第二形態行くぞ。すげえこのタイミングでアルティメットウサダさんですか。どうかな。光属性になったウサダペコーラは強いぞ。光の速さで走り抜ける。雷のごとく雷号を轟かせ。うわー、どれにしよう。ゴン、今度こそ真の実力を。あ、間違えた。やべ、消火装置が間違えた。あ、わだ。いやいやいや、ここは安全策いきます。安全策。はてめ、さっきやんじゃったよな。マジで耐えきったよな、お前ボコッサ。ぶねるじゃねえかお前。いかんや、お前ペコーラまた死ぬところなんだったよな、お前。みんなごめん、ペコーラはそれでも力が欲しいんだ。こんな光じゃダメなんだよ。みんな優しいだけ温かい光じゃない。もうこの光なんていらない。ペコーラはもう力、最高火力の力が欲しい。そう、それは闇、光をも曇らせる闇が欲しい。お待たせ、ダークペコーラ、ここにて参上。みんな光じゃない。結局は闇の力があれば勝てる。そういうこと。光は希望じゃない。闇こそ希望、そして力なり。あいたたたたた。あいたたたたたじゃねえんだよ。ペコーラは第三形態まで持っている。今度こそペコーラの本当の実力が出される。次負けたら引退だよ。ふざけんなよ。マリカールで引退かけたくないわ。行くぜ、カモンベイビー。闇や光に頼ったって雑魚は雑魚。ペコーラは結局は全てを失うってわけ。闇の力も、ああ何もなくなった。ペコーラにはこんなことあるのか。おかしいよ。ただ1時間も出せなかっただけなのに。ペコラッチョ、この声はな、誰？ペコナッチョ、これを食べなさい。え？何？あ、こんなところに牛丼？これはノエルの好きな牛丼じゃないか。ペコナッチョ、食べて元気出しなさい。え？でも、もうペコーラは光の力も闇の力も使っちゃったよ。いいんだよ、団長が。ペコナッチを応援するよ。いいのかな。いいんだよ、いいんだよ、食べて元気出しな。あとちょっとじゃん。ノエル、ありがとう。いただくね。おいしい、おいしいよ牛丼。じゃあラスト、ペコーラ、ノエルのために走るよ。力も何もかも失ったけど、残ってたのはやっぱり友情だったってことだよね。全て失ったペコーラにも最後には
友達が残ってた。ノエルのために捧げます。ワンちゃんもモーカントリー来い。え、ノエルいた？おい、お前のボイス欲しかったんだよ。配信でペコラッチョって言ってるのと牛丼食べろっていうのを録音しようかと思ったんだけど、声がちっちゃすぎて大きい音取れなくて、もう自分で自作自演するしかなかったんだよ。ノエル、声かけりゃよかったわ。ノエルに、ノエル見とけ、お前に捧ぐ。モーモーカントリーねえけど、うん。